山東山東と、大恵比寿山東283年3月3日は、五冠末年の三国時代の儀及び、精神の文人。字は、巨言。司かされ地軍懐剣の人。祖父は山本。父は、山陽。子は山貝、山厚氏、山城、山母、山間。長春川は十母,母であり、柴氏、柴明、柴、らのまたいとこである。 東松の参考将は山東の光栄と称した。幼少時に父を亡くしたため、貧窮した生活を送った。同僧思想にふけて、慶向、原石らと交流し、竹林の七県の一人となった。四十歳を過ぎて関東について、柴氏に属したため、慶向を朝廷に推薦した時に、友山巨源絶好賞を突きつけられた。しかし、慶向の刑事の際には、 息子の育成を託されたことから見ても、彼らの友情は変わらなかったものと思われる。曹操の台頭により陰性するが、曹操が柴居のクーデターで粛清されると、再び出資した。264年、またいとこの柴明が商会の無本鎮圧のため落葉を離れると、山、塔を、公軍柴に任じ、行の警護をさせた。散脱を目前に控えた柴明は、 創始一族を行に軟禁していた。山和は、芝氏の親戚として、その監視を任された。精神代になって、理部少々、大使少風を歴任するなど栄達し、79歳の時子とになった。継承を推挙したり、諸葛系を、東宮と二里に推挙したりしている。同年に成居すると安氏と送りなされた。ありがとうございます。